夜空に打ち上がる大輪の花。今年8月26日に開催された泉州夢花火大会。この花火大会の売りは、ドローンを使っての演出です。コロナウイルスの影響で4年ぶりの開催となりましたが、泉南市のビーチを舞台に1万人以上が訪れ、花火やドローンショーを楽しみました。しかし、このビーチを舞台にした花火大会をめぐって怒っている人がいます。ゴミ拾いもう30年近くやってるけど、この海岸こんなゴミの投棄の仕方初めて見たわ。普通持って帰るやろ、持ってきたもんは。怒りの声を上げるのは近くに住む田中雅美さん。こんなとこ突っ込まれたら、たまりませんわ。とにかくダメ、いてあったかもの、打ち上げ花火が行われたビーチの岩場。その岩場に大量の袋が捨てられているのです。10メートル以上にわたって岩の間の至る所に捨てられています。この袋は一体何なのか。重たいよ、ごっつい重たい。これ砂っちょり土やな。これ用に詰めてきたんちゃう。もうここで調達したとは思えない。捨てられていたのは土が詰められた袋、土のうでした。中には時間が経ち変色しているものや、海に浸かっているものも。これなんかひどいわ。これなんかこれはひどいひどい。これこれ後から来るゴミがまたこういうの絡んでくんね。ゴミはゴミ呼ぶんよ、そうやってどん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 悪くなっていくんや。ビーチがゴミで汚されることに田中さんが怒るのはあるわけがあります。ここの海はね、赤ウミガメのお母さんが卵を抱いて上陸した場所なんですよ。産卵して、で赤ちゃんがいっぱい帰って、大事な場所、大事な海。実はこのビーチは1995年からウミガメが何度も産卵に来ている場所。自然豊かで地元の人たちにとっても大切な場所なんです。動いてるやん、動いてる動いてる。実は田中さんも日本ウミガメ協議会の会員として見守ってきました。こんなビーチに一体誰がこんなものを捨てたのか。これは噴満取材班が入手した花火大会翌日の映像。岩場の上には花火の筒や足場の板を固定するために使った大量の土のう。片付けるのは花火業者です。すると次の瞬間、あれほんまに掘って、さらに花火業者が次から次へと土のうを岩場の隙間に落とす様子が確認できました。市民が見ている前で堂々と土のうを捨てていたのです。全部捨てた。岩場から去る際には土のうをすべて投げ捨て、一つも残っていませんでした。この状況に地元の人たちは、当然持って帰らないでね。てか そんなちょっと腹立ちますね。最後までね、きちんとやってくれてたらね、僕らも安心して楽しめるんですけどね。
そういうので花火大会がなくなったりするから、うん、なくなったりしたらすごい大きいことなんで、うん、みんなでいい気持ちで花火見たいのにそういうことになっちゃったら次からちょっともうやめてってなっちゃいますよね。花火大会から2ヶ月近く経っても放置された土のう。粉満取材班が取材を続けると現場に動きが。土のうが捨てられた岩場に花火の主催者と花火業者が現れたのです。取材班が花火業者を直撃すると。なんでこんなことになってしまう。まあ、なってしまったのは、まあ、本当安易なところで、ちょっと片付けてるものを、まあ、もともと一部土のうもあったんでそれに同じように置いていったっていうのがあると思います。一部土のうあったんですか。あったというふうに伺ってます。あったからじゃあそこに捨てたらいいというふうに伺ってますというふうに、まあ、それも良くないんですけども、そういう浅はかな考えでもともとはで今はこういう結果を招いてしまったということだと思います。花火業者は安易な気持ちで土のうを捨てたことを認めました。運び出すときに安易にまあ、ちょっと足場が悪くて重たくて暗いっていうので本当軽率な考えで置いてったっていうだけだと思います。あれほんまに掘ってん。日中ですよ、捨ててるの。夜じゃないですか。はい、あ、はい、午前中ですよ、はい、足場見えてますよ。で、まあ、ちょっと運ぶのを、まあ、市民の見てる前です、はい、市民の見てる前で取られてる中で捨ててはったんですよ、はい。まあ、本当軽い気持ちでちょっと運ぶのが面倒くさいじゃないですけど、そういった気持ちでよくした行為だと思います。そしてこの取材の翌日。午前10時過ぎです、ゴミを放置した業者が岩と岩の隙間に挟まったゴミを片付けに来ました。花火業者は岩と岩の隙間に捨てたゴミの片付け作業を行いました。一つ一つ岩の隙間から土のうを取り出していきますが、かなりの数が出てきます。野郎さんね、粉満主の田中さんもその様子を見守ります。回収された土のうの数は88、89、90、94です。全部で90袋を超えました。これだけ大量の土のうが岩の間に捨てられていたことになります。片付けに立ち会ったこの場所を管理する大阪港湾局は、最終ですね、撤去するときに、こういうことが起きたということはですね、やはり、港湾局、大阪港湾局としてもですね、大変遺憾には思っております。こちらとしても心苦しいところもございますので、やはりですね、皆さんルールを守ってちゃんとね、最後までやっていただきたいなと思っております。花火大会から2ヶ月ようやく岩場に捨てられた土のうがなくなりました。見ていただければ分かる通り、これだけの数が隠れてたので、非常に悪質であったなと。こういった事態一つで、その楽しかった花火大会の記憶も、本当台無しにするようなことだと思いますんで、そのことに関しては非常に気分を害すようなことをしてしまって大変申し訳ないと思っておりますので、お詫びさせていただきたいと思っております。ようやく綺麗になったビーチに田中さんは、もうほったらかしでもええわというわけじゃないね。きちっと見守っていきたいと思います。今日のこともどっかで海が行くも喜んでるかもしれません。来てほしいですね。
多くの人を魅了する花火。大会を続けていくためにも、自然や環境を大切にするあるべき姿勢が求められています。